さあやっていきましょう。古文常識ですね。今回は十二支について扱いましょう。このね、十二支を使って古典ではね、方角を表したり、時刻を表したりするんですよ。入試でもね、方角や時刻を聞く問題っていうのは品質ですので、これをね、やっていきましょう。ただね、その前に大事なのは、十二支をしっかりマスターしとくことなんですよ。この十二支をしっかりマスターしとけば、あとはね、楽勝なんですけども、十二支の並びがね、あやふややと、 苦労するんですねだからこそこの十二詩をね今回はしっかりとマスターしていきましょう十二詩言っていくとねえ牛虎ウー立つミー馬羊猿鳥犬イーになるんですよもう一回言いますねねえ牛虎ウー立つミー馬羊猿鳥犬イーになるんですよちょっと音で覚えてみてくださいねえ牛虎ウー立つミー馬羊猿鳥犬イーみたいなねもう一回リズムでいきますねねえ牛虎ウー立つミ 馬、羊猿鳥犬いいっていうふうなことでこれをね何回か繰り返せば覚えられるよっていうのもあるんですけどもこれってね丸暗記になってしまうんんでで忘れやすいんですいよだからこそやっぱりねこうストーリーに載せていくそして語呂合わせも使っていくこういう方法でね覚えていきましょうこの方がねあれって思った時にそのストーリーをたどっていけば順番も思い出すことが可能ですしその語呂合わせから思い出すことって 可能なんですよ要は一つの暗記事項に対してさまざまなフックをかけとくことによって忘れににくくいといととうことになってくるんですねまだね理解を伴っておいた方がどんどんねああれもそうなんやこれもつながってんやっていう楽しみも増えてくるんでそこをねやっていきましょうまずはね十二のストーリーリからやっていきましょうよくある十二子の話なんですけども神様がいました神様がねこう言うんですよああ何か面白いイベントあらへんかなよし動物たちを競争させよう 1>, 1月1日にこの山のてっぺんにある門をね12番目に入った動物たちを毎年ね動物の王とするってこのイベントどうや暇つぶしになりそうやなということで動物たちにねこのイベントの案内っていうのを言わはるんですよそれにいち早く気づいたのがネズミなんですねライオンじゃないけども動物の王様って素敵やんこれは絶対になりたいちゅうってね思ってはったんですよ そうすると横からね猫が「おいネズミ」って今なんて言ってたって言ったら「あ猫は早いんで僕は負けるっちゅう」って思ったんか猫にこう言うんですよ。いやなんかね神様がイベントやるって言ってたよ。1月2日にね12番以内に門をくぐったら動物の王になれんねんて「えー、マジかそれすごいな」って「なんか1月1日じゃないの?」いやそれは違うやん1月1日はお正月やから。 これはもうみんな寝るからじゃなくてお正月が終わって暇やなーってなるからそのイベントやって間違ったかね1月2日で1月1日に行っても意味ないであそうかありがとう勝負しようなってうん絶対しよう絶対入ろうない12番目に。 っていうふうふなこと言わはるんですねで猫結局ねこれで勘違いしてね1月2日に行かはるんですけども神様にね「いや1月1日やで」って「1月2日ちゃうよ」って言われてね「騙された!」ってなるんですねそっからね「猫はもうネズミを見たら追いかけるようになった」とさ「ネズミの天敵が猫」っていうね話も盛り込まれてるんですよで穏やかな牛がこう言います「ああ僕は遅いしな前日からちょっと登り始めてそして12番目に入れたらいいなーって そしたらネズミはこう言う言んですね。牛くんそれな迷ったらロスになるから僕道案内するし僕乗せていってくれへん軽いからそしたら牛もねああ僕迷いやすいしいいよーっていうふうなことでネズミがね、ここのの牛のところに乗っていくんですよ。最終的にどうなったかっていうとこの牛頑張るんですねそして1位で到着って思いきや最後ゴールする時にネズミがひょってやって1番っ,ってなるんですよ 牛めっちゃ怒るんかなと思ったらまあ2番になったんでもうそれで十分やと12番以内に入るっていうふうなこと言ったからまあいいよーって言ってありがとうちゅーっていうことでネズミが1番そしてその次が牛ということになりました次虎とウサギぴょんぴょん部門なんですよウサギはねぴょんぴょんってしてるから早いよねだからウサギは自信やったんですね僕は絶対12番以内に入るぞってそしたら虎がしゃべりかけてくるんですよおウサコウって言って こんにちはトラさん。俺な何かか知ってるネコ科ですよね。ネコ科の中でも一番サイズが大きいって言われてますもんね。そうやね どっちがぴょんぴょんいけるか競争しようって「はい喜んで!」っていう風にしてぴょんぴょんぴょんって行くはると実際トラ早いんですよ早いんですけどもまあここでねうさちゃんが勝っちゃったらバクって食われたら嫌なんで後ろに回ってゴールっていうことになりますなあ俺早いやろう,うさ子って言って「はいめちゃくちゃ早かったです」って「俺たちぴょんぴょん同士で早いよなはい!」っていう風なことになるはるわけねだからトラウサギの順番になります でねその様子を展開からねリュウが見てたんですよそしたら「えこれ俺も飛んでいくっていう形で OK なんちゃうかな」って言って「面白そうやな」同じニョロニョロ系のやつもちょっと声かけとこうっつってヘ「ヘビコーンヘビコーン」はい」って「俺たちニョロニョロ系やけどもやってみーひん」で「俺飛んでいくし自分頑張ってニョロ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 行きいな」最終的に「俺みたいになる」で「マジっすかマジやって。 俺も若いい時はお前みたたな感じやったでってえー、憧れてるんでなりたいですーっていうふうに言って龍が行ってそれを追いかけてヘビが行くっていうねどっちもニョロニョロ系っていうことです次はね足の長い四足動物めっちゃイケメンの馬がいるんですよもうデートに羊を誘うっていうふうなことでなあ一緒に山登り行かへんってえー、いいな行きたい行きたい俺エスコートするからまあついてきてえな わかりました二人ででパパパカカカラッパカララって行くんですねで途中「大丈夫か?」「はいちょっとしんどいです」「ほな休もう」「え休んで大丈夫ですかもう私置いて行ってください」って「何言ってんねんお前と一緒にいるから楽しいんやないかい山登りっていうのは」って「かっこいい」っていうふうにして2人で行くというふうなことですね。で最終ゴール2人でしようかなと思ったんやけどこのね羊ちゃんが「いえいえ私をエスコートしてくれてたんで」 先に行ってくださいいうんこはい、もしかして私が13番目でもそれはそれで構いませんので今までありがとうめちゃくちゃ楽しい時間でした是非先にゴールしてください先にゴールさせてもらうわっていうことで馬羊の順番になってますその次はねトリオっていうことになりますねこのトリオ仲良しなんですよ猿と犬と鳥っていうことなんですけどもあの桃太郎でもね とと鳥と犬でしたもん、ね、まああの桃太郎の時にはキジでしたけども今回は鶏ということで3人一生幼なじみみたいなもんやと思っていてくださいただねいつも一緒なんですけども喧嘩よくするっていうことなんですよやっぱうまいのはバナナだよねいや肉やろいやバナナやろ肉やろワンワンウッキッキもうやめなさーいみたいな感じちょっと川とかがあってもね俺が先行く気 いや、僕が行くわん、ワンワン、ウッキー、喧嘩だ、喧嘩、もうやめなさーい。みたいな感じ。このね、トリオはみんなでゴールしたんですよ。みんなでゴールしたんやけども、神様が、いや、猿とな犬を並べたら喧嘩するし、鳥さん、間に入ってあげてっていう風うなことで、猿、そして間に鶏が入って犬がいると。 こっからね、犬と猿のことを「犬猿の仲」って言ってね仲が悪いことをね「犬猿の仲」っていうようになりましたラストはイノシシーっていうことでイノシシはね隣の山登ってたんですよでいちーって思ったら「あれ隣の山やった間違えたぜ」っていうことでもう一回山を登り直してギリギリ12番目に入ったよーっていうのがイノシシちょっとつもうしんみたいな感じそうすると12死決まりました まずね、サイズのちっちゃい、大きいの対比系っていうふうなことですね。ずる賢いとめっちゃ心優しいの対比系っていうことで、ネズミと牛ってなります。次、ぴょんぴょん系っていうことで、トラ、ウサギになります。次、ニョロニョロ系っていうことで、竜と蛇っていうことになります。次、足の長い四足動物系っていうことで、馬、羊ってなります。で、その次、鳥よっていうことで、猿、鳥、犬になって、犬と猿は仲が悪いんでね。 鳥が間に入ってるよってラストはイノシシっていうことでギリギリ間に合ったよっていうことになります。猫は騙されたのでこの中に入ってないよっていうのが十二子。そうすると覚えてきませんか十二子といえばネウウウシ、トラウー、タツ、ミウマ羊猿トリイ,ヌイになりますで動物が「ネーっていうのはネズミやし「うっていうのは「ウシやし「ラっていうのは「トラやし」「ーっていうのは「ウサギやし」「ツっていうのは「リュウやし」「っていうのは「ヘビやし」。 馬馬っていうのは馬やし羊っていうのは羊やし猿っていうのは猿やし鳥っていうのは鶏やし,っ鶏やし犬っていうのは犬やしいいっていうのはイノシシやしっていうことになります繰り返しますねえ牛虎ううたつみ馬羊猿鳥犬いいっていうことでこのようにストーリーで見てくると順番ちょっと覚えたんじゃない一回ねストーリーを思い出してみてそうすると動物が浮かんでこうへん。 わせも覚えておきましょうゴゴロゴロしてはったんですけどめっちゃ肉食いたくなったっていうことで寝ている牛を捕らえようって言って自らねたたはるんですよゴロゴロしてたのをたたはるたつみってそしたら大量の肉が取れますからそれを運ぶのにね馬が必要やなーって考えはったら周りにいた人がさっとね馬を用意してはるんですよもうそうするとこの人が「なんて素晴らしいことしてくれんにゃんいい!」っていうふうなことで。 行くで寝ている牛を捕らえようと立つみ馬必要さっとよいイってこと。もう一回行くで寝ている牛捕らえようと立つみ馬必要さっとよいイってこと。もう一回行くで寝ている牛捕らえようと立つみ馬必要さっとよいイってこと。この寝ている牛のねっていうのがこれね。寝ている牛の牛っていうのが牛。捕らえようの虎が虎。捕らえようのうがう。 で、馬必要。羊音読みで「よう」って呼んでる「馬必要。さっと」っていうのがサルトリ。で犬とイノシシで「いい」ってことになる語呂合わせは「寝ているし捕らえようと立つみ馬必要、さっといい」もう一回言っとくね「寝ているしを捕らえようと立つみ馬必要、さっといい」ラストね「寝ているしを捕らえようと立つみ馬必要、さっと用意いい」 ってことね。いけたんちゃうもうこれで十二支基本的に思い浮かんできませんかでそうすると今の十二支に方角を当てていきますこのネズミちゃんここ「北」っていうことになるとでこの「北」の漢字ここに「ヒ」ってなってるからこっち側がね「東ね」ね東が「ウサギちゃん」そして「南」が「馬」っていうことになりますで「西」が「鳥」これ似てるやんほら「鳥」のねこれ「U」って読むねんけどこの漢字と「西」って「 めちゃくちゃゃく似てて、るよねって線が入ってるか入って変化だよねっていうふうなことで西と鳥っていうのが方角になります。あと覚えといたらいいのはこの北南の縦のラインの方が優先って思っといてくれれば例えばここを北東っていうしここを南東っていう読み方としてはこの北と南が優先同じようにここを南西って読むし北西って読むいわ、まあ、ば北と南が優勢って思っといてくれれば読みやすくなってくるね。これ見て 北があってね、ここが東になるよね。で、縦が優先っていう風なことになるから、ここ北東ってなるよね。ここ北北東ね、こっちは東北東になるよ。これが北東やから、こっちよりやったら北北東になるし、ここが北東やねんから、こっちよりやったら東北東になるよっていうのを覚えといて。で、ここね、北東は北東で、これをね、牛虎っていうね。なんでかっていうと、牛と虎のところにあるから牛虎。漢字で書くとこういう風な感じ。これも覚えとこう。 同じように、ね、南東のことを「立つ」と「み」っていうことで「立つみ」っていうこの漢字も覚えとこうさらにね南西のことを「羊」と「猿っていうことで「羊猿この漢字も覚えとこうそして北西「犬」と「いい」っていうことで「犬い」この漢字も覚えとこうっていうことになります特に「牛トラっていうのはこの鬼門の方角なんですよ鬼とか霊とかが出入りする場所っていうふうに言われて 鬼門っていうことですね建築でもね鬼門に水回りは避けるっていうこの「鬼門」と「対極」にあるっていうのが「裏鬼門」って言われて羊猿の方角っていうのは「裏鬼門」っていうふうに言われるんやとこれも知っときましょう。でね鬼ってね面白いのが「牛みたいな角がある」そして「虎のパンツを履いている」ってえとのねこの「牛虎」を意識してるよっていうところがね面白いんですよ。 またね鬼門に値するところによく猿の彫刻が彫られてるんですよそれは何でかって言ったら裏鬼門が羊猿やから、まあ、羊は弱いっていうことであんまり彫られないんですけどもよくね猿の彫刻が彫られたりして邪悪な空気を生かさへんようにしてるよっていうのもある。 なんで猿の彫刻なんやろうって思ったらあの裏鬼門のことがあってもちろんね羊猿なんで羊と猿の彫刻が彫られてるところもあるんですけどもそれはあ裏鬼門やからねっていうふうなことになりますまたね桃太郎思い出してみてこのトリオやったよね猿鳥犬っていう鬼退治に対して裏鬼門の猿鳥犬っていうのをぶつけてくると羊はちょっと弱かったんやろうねだからこの猿鳥犬っていうトリオがこの鬼と対戦するって っていう風な、そして神聖を意味する「桃」っていうのがリーダーでっていう風になってくるとちょっと面白いよねいろんなもんと関連付けられるし広がってくるっていう意味では。ということで十二支をベースにしてこれでね方角が分かってくるんで試験で出されたらねぐるーっと十二支を書いてみてそしてネズミが来たやったなーっていう風なので考えてみれば大体どこの方角かっていうのはすぐ分かりますんで慌てず。 もう僕たちは十二子覚えてますからネズミが「北で「北の漢字を書いてくれたらこっちが東屋でってなったらねおのずとね方角は分かってくるんでこれで方角はバッチリということになりますリリさて時刻いきましょう時刻もね十二子で表してると24時間あるのを十二で表すわけですから一つの幅が二時間になりますよね十二かける二で二十四っていうふうなことになりますから ままた、ネズミののところっていうのを0に設定します。で1つが2時間幅持つっていうことになるんで02468と、oh、12っていうふうなことでちょうど馬がね12時になるよっていうことになります0時と12時っていうことになるとそっからまた2時間ずつ1416182022っていうことで戻ってくるよっていうことになりますこれね 馬っていうことで、ちょうどこの十二時をね、小5って言ったりしますよね。あの5ってこの馬ですよ。この十二時より手前のことを午前って言いますよね。これほら、馬ですよ。これより後のことを午後って言いますよね。ほらこれ、馬やっていう風うなことになってるんで、名残が残っとるということになります。で、十二で持つんで、どうしてもね、二時間幅になると。 これね、中心時間は0って書いてあるんですけども幅としては2時間なんで実際は23時から1時23時から1時っていうのがネズミの時っていうことになります。 また牛の時っていうのは中心時間は2時なんやけども幅としては1時から3時ということになります虎の時っていうのは中心時間は4時なんやけども幅としては3時から5時っていうことになりますだから、まあ、中心時間の前後1時間中心時間の前後1時間って考えてくれたらわかりやすいということになりますなのでここもね12子を知ってたらまず12子をぐるーって書いてもらってで0と12意識すれば あとはもうね2時間ずつ振っていけば完成しますんでもしね入試とかで聞かれた時にはこれでバッチ詩というふうになりますし古文のね文学作品読んでた時に「猿の国の時であった」。 っていう風に出てきたら「猿の国」の時「あ四4時ぐらいね」って思っといてくれれば2時間幅っていうふなことになるんで15時から17時ぐらいねーって思っといてくれれば OK です一応ねぐるっと書き出してくれてもいいんやけども書き出さんでもねこういう計算式もあります。時の数1してててからねねっっななれば中心時刻になるよっていうこと、ね例えば 鳥っていうのを見てみね、しょうし、とら、う、たつみ、ウま、ひつじ、さる、と鳥って,、ねね、っていうことで、10番目っていうことになりますよね。十二子の数としては12になるんですよ。で、引く1したら9ってなりますよね。で、9×2 ってなったら18ってなるから、これで中心時間が出るよっていうことになります。もう一回やってみましょうか。牛の時の中心時間求めてみましょうか。そうすると、ねえ牛、牛っていうことで、十二子の数としては2番目になりますよね。だから、引く1したら1になりますよね。 ししたら2になるでしょ中心時間は2っていうことになりますここ覚えておきまましょう12子の数1 2は中心時刻になりますよって。でせっかくなんでもう一個細かいこと言っておきます。2時間幅ということになるんでそこをねさらに4つに分けると4つとかあとは「刻」って言ったりするんですけども4つに分けていく例えば「ね」やったら中心時間は0っていうことになって。 2時間幅なんで23時から1時のね2時間幅を持ってるっていうことなんですけどもそこを4つに分けていくんですよそうすると30分ごとになりますよねここ30分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 って なりますよ、ねまあそういうふうにしてちょっと細かく刻む場合もあるよっていうことになります草木も眠る牛時って聞いたことありませんかこのね「牛蜜つ時っていつなんってなってくると「牛」なんでね「2時ごろ」っていうことになるんですよ。で中心時間が2時っていうことになるので1時から3時の幅を持ってるんですけどもそれの3つの時っていうことになりますから。 2時から2時半を指すんだっていうふうななことになります時時から2時半っていうふうなのはもうみんなが寝てる時間で一番シーンとしてるだから幽霊とか鬼とかが出やすいよっていうことで霊現象に遭いやすいっていうのが牛蜜時って言われてるんですね。さて十条榊その二決断編でもねいたずらでね「虎の一国でございます」って言わはると。 そうするとトラーっていうことなんでねえうしトラ3番目になりますよね引く1をすると2になるでしょかける2をしたら中心時間は4時っていうことになりますそれの一刻目っていうふうなことになりますから午前3時から3時半の間っていうことでね午前3時ごろっていうふうなことになるほらもうこれでね時が割り出せるようになったでしょなので入試問題で問われた時まずね12詞を書いてみてそして2時間ごとに数字振ってもらってもいいし 12子の数 -1×2 で中心時間を割り出してもらっても OK ということになるんでこれでね問題も解けますし古文もグッと読みやすくなるんで是非マスターしといてくださいさてここはねおまけの部分になります入試でもそこまで出ないんでただね気になるところではあるやんっていうふうなことでちょっと見ていきましょうこれ12子って言ったけど意外とねえ漢字むずってなりますよねこれでね、 立つみ馬羊猿鳥犬イーってえ全然動物の漢字と違うやんってなりませんでしたもともとは中国天文学で木星が12年で天を一周することからその位置を示すものとして1から12までを振った数字みたいな感じを当ててるわけでこれ自体でネズミ っていう意味があるわけではないんだっていうふうなことなんですけども中国ではねそこに十二支を重ねていったんですよだから「虎年」っていう時にはこの「虎」っていうよりも「この虎」っていうのを実際使うよっていうことになります十二子は動物の漢字使うんでですよあくまでも役割が違ったんですねただ日本に入ってきた時にはもう日本は音読みと訓読みっていうシステムがありましたからこのままねもう動物の名前言ったれっていうことになったんですよだからもうこれでネズミやし これで牛足、これで虎やし、これでウサギやし、みたいな感じでやっていったんですね。いや、これで馬って、これで羊って、っていう風になりますよね。この漢字もね、ちょっと仕上げに覚えておきましょう。漢字自体は入試でも聞かれますしね、漢字検定とかでも聞かれるんで、これはね、ちょっと覚えておきましょう。これね、初めは中国では12個の数字って言われたんいけど、え、なんか順番になってんのってなってたら、意外となってたんですよ。それをね、紹介していきますね。 植物の流れ種から草が生えてきてもう一回種をやってそれが土に埋まってまたその種から植物が生えてくるこのね流れを表してるんだって思ってもらったら OK 例えばこの「死」っていう字なんやけどこういう感じ「増える」っていう風なことでまさにこの種とか生命の元っていう風のを表すこれからうごめいていきますよこれから生まれていきますよっていうのがこの字ね 増えるっていう意味ね。それでここの子どもの子を取って死っていうことになります。でその次目は出したいんやけども種がね硬いんでこれ以上は出せへんっていうふなのが中。これ自体が「絡む」とか「ひも」っていうふなことなんでこっから成長したいよーってなんねんけどまだ殻が硬いよーっていうここの「絡んでる」「絡む」の「中。でそっからねこの「虫」っていうのがついてこれでね「動く」っていうことなんですけども。 ポコンって双葉とかが生えてきて動き出すよっていうことになります。これが一番漢字違うんやけども、棒とかね、茂るっていう意味の棒 っていう,ふうなことでこれも「某」って読むんですけども「茂る」っていうことで、まあ、一面ね「生い茂っていくよ」っていう意味です。で「しん」っていうことでこれがね「ふる」とか「ととのう」っていうことになって大きくなっていくよーっていうことですね。でこれ「やむ」っていう字ちょっと漢字違うんですけどねこっち側は以前形「然ぜの「い」「やむ」とか「終わる」っていう意味があるんですけどもこの漢字を持ってきたというふうなことですね。成長がもうピタってて頂点に達しや ことになりますもう言わば枯れてくるっていうことねでそっからこれ後っていう風なのが取られててこの字自体がね突き当たるとか逆らうっていうことやからもうこう成長から逆らって違う生命を生むと自分が成長するのはもうストップやと新しい生命を産もうっていうことで突き当たるとか逆らうって意味になるんですねでそっからまあこっち側の舞、ま、っていう字は暗いってなってくるんでまあ こっっっち側に生命がっててるるから暗くなってくなよと、まあこの「味」ってなってくると味のつく「み」味覚の「み」やね美味しい種ができてくるよっていう風なところでこっち側の「み」であったりこっち側の「身を取ったんじゃないかっていうことで「み」っていうことになります。で「しっていうことでこれは口編がついて「うめく」。 言うならば、成長していく。もう凝縮された実ですよ。もう売れてますよーっていうのが、このシーン俺、今、一番いい状態ですよーって、うめいてるーっていう。 これもううう番まいい状態やなーっていうのがうめくそっからね「ゆ」うって呼んだり「しゅ」って呼んだりするんですけども縮むっってていう意味になってきます、まあ、これ酒みたいなの似てるんで糸に酒垂らしたら糸がギュって縮むみたいな感じでね縮んでくるっていう風なことになってでその次が「めつ」これ自体は「めつ」って言ってこいつをね「じゅつ」って呼んだりするんですけどもいわば「滅ぶ」「み」も落ちてくるっていうことになる「み」も落ちてしまったら何もないっていうことで「害」「終了」っていうことで「閉ざす」ここの ののこの字を取ってきたよでも実がボトーンってこの土の中に落ちてるんでまた増えるっていうのに戻ってくる一部を取っていったこう順番を表している字なんやって思うと「へーってなりますよねでもそれを紹介したかっただけもうここはだからどうでもいい次行こう次ねみんなはね一番肝心なのはこの十二字の順番っていうのを覚えていくとそして「ねーが「北」であり「ねーが「ゼロ字馬」が「南」であり「馬が」が「十二字」 これをね覚えとくと方角も時刻も完璧になりますあとはねこの漢字っていうのを書けるようにしときましょうこれでバッチシですからあとは入試問題で確認してみてくださいきっと解けますよ最後に「ウりん」「うン,ンインとも言いますこれをね確認しておきましょう場所としてはね京都市北区紫野にあるところっていうことでそれどこやねんってなってくると「 ここですウリーンにね光がいていじけて朝顔さんにお手紙を出すって朝顔さんっていうのは鴨神社の参院に選ばれてましたよねだから近いんですよ平安京の北っていう風に思っといてもらったら オッケーまあ臨済宗の寺院なんですけどもかつては天台宗の大寺院として知られていたんだともともとはね純奈天皇の紫の院としして造成されましたこの紫のっていうのは狩猟地であったんですけどもね桜の名所でもあったんですよでね869年僧正返上に託されお寺として ウリンイン、ウンリンインとされたんだとウンリンインの母大公、桜、そして紅葉っていうのが有名になりました母大公っていうのは母大っていうのがね お釈迦様の入滅、涅槃っていう風なのを講釈するまあ、それに関連するお話をするのを母大公っていう風に言いますここでお話がされてたっていうことですね大鏡でもね、ウリンインの母大公っていうのがあったりして有名になってくるよとまたこの地域、桜とか紅葉で有名なので一つね、歌枕になりましたウリンインって読まれたら桜とか紅葉の名所のところねっていうイメージが当時の人々はあったということになります これ光るねウリン,インで引きこもってたのよねでそこには自分のお母ちゃんである桐ボの行為のお兄さんの立志がいたよーっていうふうなことでしたちょっと繰り返しになりますけど見ておきましょう「相乗返上を招きウ桐ン,ンと呼ばれ漢字となった」と「寺としてウ桐ン,ンは菩提公が名高い」「歴史物語大鏡」ではこの菩提公で「老人の昔話」という趣向で展開するんだとで源氏物語にもウ桐ン,ンの名は現れるんだよーっていうふうなことが 書いてあるこの看板あるんで行ったらチェックしてみてまたこの看板も置いてあるよ源氏物語ゆかりの地ということで源氏物語佐賀家に光る源氏があってくれない富士坪の態度が辛くて出家しようとおじにあたる起立坪の行為の兄立志のいるウリンインにこもる話がある入り口困難になってますさっきの看板とこっちがゆかりの地の説明ということで 入っていくってていいくうことになるここになんか鳥居みたいなのが見えるよねそれがここの鳥居になってるしこのお寺っていうのがこれっていうことになってるここにね堂々と雲林院って書かれてるからこの鳥居がこれになるしこれがこれっていうふうなまあ行ってみたらわかるけどここ自体はねちっちゃな感じになってるよっていうことになります。平安京の北に位置するるっってなってなくるんで 船岡山公園とかね美味しいおうどん屋さんとかね美味しいパン屋さんもあるんでぜひ来た際にはね光と同じようにいやー一つのことに執着するのは良くないけどもやっぱり大好きな人って思ってしまう好きってそんな仏教の教えとか超えちゃうよねーって思ってみるのも面白いかもしれないですよね。ということで入試問題で確認しておきましょう。 さあやっていきましょう立つときばかりより日のくるるまでっていうことなんやけど立つときばかりっていつなんっていうことになってくると立つっていうのはねえうしとらう立つっていうことで5番目っていうことになるよね5-1は4っていうことになって 4×2 っていうのは8っていうことになってくるからこれ午前8時頃っていうのが正解ということになります。 次「牛蜜ならんと思う」っていうことでこの「牛蜜」って何時なんってなってくると牛っていうのはねえ牛で2番目っていうことになります。2-1は 1×2 は2っていうことになってくるんでこれ。 午前2時半ごろっってていうことになってくるよねまた中心時間が2時っていうことやからこれの前後1時間ずつやから1時からね3時っていうのが幅を持ってるんやけども密っていうのはね30分ごとってなってくるから2時から2時半ごろっていうのが妥当やっぱり3番が正解ということになります次羊猿の方に「いおりあり」って書いたんだんけども羊猿の方角ってななっていうふうなことやねもうこうやって書いてくれて羊猿ってこの辺やん。 この辺っていう風になってくるから、南西っていうことになるでしょう。答えは2番ということになります。次、海のにわかに東南の雲をって書いてあんねんけども、十二支における方位の読みで、東南を現代金遣いのひらがなで読めっていうことになるねんけど、 ぐるーっと書いてね東南ってねこちら辺っていうこことになるよねこれって何やったっけ?「東南」って何やったっけっつったら「たつみ」っていうふうなことになってくるんでこれはっって書いてあったら正解次括弧に入る漢字をそれぞれ示せっていうふうなことになってくるから「ねえ牛虎ううたつみ馬羊猿鳥犬いい」っていうことやからこの十二支用の漢字で言って「牛ってどんなんやったっけ?」ってなってくると「 牛ってどんな感じやった羊ってどんな感じやった犬ってどんな感じやったっけ漢字ね書けるように教えてくれれば OK です今回のところもよく入試へ問われるところなんで着実にね武器を増やしていきましょうそれでは以上です